はい。ただいまから懲罰委員会を開会いたします。議員ガワシ君、懲罰事判の件を議題といたします。去る10日の本委員会理事会におきまして、同日の本委員会で聴取いたしました議長の。 説明に関連して、議院運営委員会理事会の経過について、議院運営委員長からご説明をいただくことで意見が一致いたしました。本日、石井議院運営委員長にご出席いただいておりますので、石井委員長よりご説明をお願いいたします。 石井議員運営委員長。委員長。議員運営委員長の石井淳一でございます。議員ガーシー君懲罰事犯の件についての議長の説明に関連して議員運営委員会理事会における経過をご説明いたします。議員ガーシー君は昨年召集をされた第209回国会および 第210回国会において、議院運営委員会理事会の了解を得ないまま、海外に滞在をし、委員長から道君に対し、帰国して登院するよう求めましたが、これに応じませんでした。今期第211回国会におきましては、その召集に先出し道君に対し、召集日以降にかかる意思の確認を行い、 1>, 1月17日に同君から委員長宛の回答文書を受領いたしました。回答文書には、召集日の党院は難しく、3月上旬に帰国をし、国会へ出席したい旨の意思が示され、1月20日の議院運営委員会理事会においては、その内容も踏まえた上で、協議を行いましたが、 同君の海外とこれは第209回国会、第210回国会に続き、議院運営委員会理事会の全会派一致した結論であります。これを受け、今期国会召集日である1月23日、委員長から道君に対し、 文書をもって、今期国会会期中の海外渡航は了解されなかったこと、また国会法第5条および参議院規則第1条では、議員は召集日に登院しなければならない旨、定められていることを伝えるとともに、速やかに帰国の上え、登院するよう求めましたが、道君はその後も帰国、登院しませんでした。 こうした状況を受け、1月27日の議員運営委員会理事会において、協議をした結果、理事会の総意をもって、第211回国会の召集日から7日以内に、応召しない場合には、議長からガーシー君に対し、国会法第124条の規定に基づき、症状を発出する旨のご判断をいただきたいとの結論に達し、 同日私から議長副議長長副に対し申しし申出を行いましたその後、1月30日に議長が道君に対し、召集に正当な理由なく応じないと認めるので、国会法第124条の規定により、出席を求める旨の招状を発出されましたが、2月8日の本会議にも道君は出席をしませんでした。 これを踏まえ、同日、議員運営委員会理事会を再開して、協議をした結果、道君は症状を受領してから7日が経過したにもかかわらず、ゆえなく本会議に出席しなかったものと認め、理事会の総意をもって、議長において国会法第124条の規定により、議員、ガーシー君を懲罰委員会に付する旨のご判断をいただきたいとの結論に。 達しましたこれを受けて私から議長副議長に対し申し入れを行い議長は同日国会法第124条の規定により議員ガーシー君懲罰事犯の件を懲罰委員会に付託をされました以上が議員運営委員会理事会における経過でございますなおお手元にこれまでガーシー君との間でやり取りをした文書をまとめて お配りしておりますのでご参照いただければと思います以上であります以上で説明の聴取は終わりました石井議員運営委員長はご退席いただいて結構ですありがとうございました 川君から本院規則第240条、正し書の規定により、自身に代わって、浜田聡君から弁明殺害旨の申し出がございましたので、この際、これを許します浜田君の入室を認めます。 これより弁明を聴取いたしますガーシー君代理浜田聡君はい。NHK 党浜田聡でございますガーシー議員に代わって弁明書を代読させていただきます 国会を欠席する弁明書、私、ガーシーは楽天、三木谷社長と俳優、綾野剛氏によって警視庁に刑事告訴されていますが、これらは虚偽告訴です。これらに対抗するために、私が綾野剛氏を、そして私所属の国政政党、NHK 党が三木谷社長をそれぞれ被告とした民事訴訟を先ほど、東京地裁に提訴しました。 2人の虚偽告訴の事実が明らかになるまでは、私、ガーシーは不当な拘束を受ける可能性があるので、被告、登院をしません。以上でございます。以上で弁明の聴取は終わりました。浜田君はご退席いただいて結構です。 この際、委員長より申し上げます、さる16日の本委員会理事懇談会において、本日の委員会に議員、浜田聡君を関係者として出席を求め、尋問を行うことで合意いたしましたが、浜田君からは応じかねるとの返答がありました。これを踏まえ 改めて昨日の理事懇談会で協議いたしました結果関係者に対する尋問は行わないこととなりました以上ご報告いたしますこの際お分かりいたします委員会議員清水貴之君から本件について発言を求められておりますのでこれを許可することに 御異ございませんか御異ないと認めますそれでは清水君に発言を許します清水貴之君発言の許可をいただきありがとうございます日本維新の会の清水貴之です我が会派は懲罰委員の割り当て一名が委員長職に就いているため 委員会の許可を得て、委員会議員の立場ではありますが、今回議題となっております議員、ガーシー君懲罰事犯の件につきまして、意見表明をさせていただきます。ガーシー議員につきましては、議員運営委員長からの度重なる党員要請にもかかわらず、国会のルールに則っった活動を全く行っていません。国会法第5条には、議員は召集証書に指定された期日に、各議員に集会しなければならないとの記載があります。しかしかガーシーシ議員は 昨年夏の参議院選挙後に議員の身分を与えられてから200日以上経ちましたが、一度も国会に来ていません。当選しても日本へ帰らず、海外で政治活動をしていくという公約を掲げ、国会議員になったとのことですが、国会議員は憲法が国の唯一の立法機関と定める国会の一員です。ガーシー議員はオンライン国会の提案をされていますが、法律を作るのが我々国会議員の役割です。 私たち日本維新の会もオンライン国会を進めていくべきだという立場ではありますが、もしそのように変えるならば、まずは現行法のルールに従って、国会の場で堂々と意見を述べ、議論をし、法律や規則の改正に努力をするべきです。ガーシー議員が昨年12月に議員運営委員長に出した国会を欠席する理由を記載した文書においては、不当逮捕、不当交留の恐れや、命を狙われている旨が記載されていました。今年の1月には 1>, 1月から2月は各国の要人との面会を含めて予定を入れているため、党院不可との理由え、さらに今月提出された弁明書には、NHK 党以外の国会議員や大手マスメディアが NHK の郵便法違反について追及していないためとえ、欠席理由がその都度変遷しており、一貫性や論理的な妥当性がその理由からはうかがい知れず、到底納得できる欠席理由ではありません。 国会議員には歳費が月に129万4000円、調査研究広報滞在費が月に100万円支給されています。加えて、昨年7月に当選した参議院議員には、期末手当約188万円が支給されました。ガーシー議員は半年以上もの間、登院をしなかったにもかかわらず、国民の税金から少なくとも計1700万円超が支給されていることになります。 欠席して歳費をもらい続ける現状は、明らかに世間の常識からも大きくずれていると言わざるを得ません。 また、ガーシー議員は稲振り議員にも懲罰を、いや、自分一人の懲罰問題に取り組むより、やらなくてはいけない問題が山積みではないかと反論を重ねていますが、そもそも出席していない時点でスタートラインにも立っておらず、そのような発言をする資格もないと言えるでしょう。先ほど述べたとおり、国会法第5条では、招集日には国会へ集まることを義務づけているため、ガーシー議員の行動は明らかに法律に違反している状況であり、とてもこのまま看過し続けるわけにはいきません。 以上の理由から、ガーシー議員に対し、公開議場における陳謝を課すことが相当であることを申し上げ。意見表明とさせていただきます。以上です。以上で、清水君の発言は終わりました。これより、討論に入ります。討論におきましては、議員ガーシー君に。懲罰を課すべきか否か。懲罰を課すべきものとするならば。国会法。 1> 第,条第1号、公開議場における開国第2号、公開議場における陳謝、第3号、一定期間の党員停止、第4号、除名のいずれの懲罰を科すべきかを明らかにしてお述べ願います。牧野孝男君自民党の牧野隆夫でございます。 まず先ほど代理の浜田議員が行いました弁明についてでありますけれども本件懲罰事犯の弁明としては意味をなさないものと思いますその上で申し上げますガーシー議員は本上会の招集に正当な理由なく応じていないと認められるため国会法第124条の規定により 参議院議長は症状を発し、出席を求めました。しかし、その症状を受け取った日から7日以内に、なお言えなく出席しておりません。症状の発出自体、参議院では昭和24年に最初の例があってから74年ぶりであり、しかも症状が発せられたにもかかわらず、正当な理由もなく招集に応じなかった参議院議員は、これまでおりません。 そもそも国会議員は憲法に基づく全国民の代表として国会での議論や採決などに加わることで国政を担う重い責務を負っております。症状を受け取っても出席しないことは参議院議員としての職責を果たしているとは到底言えず責務の放棄であります。またこれまでの行為は参議院の権威を支出し 国民からの信頼をこれらのことからガーシー議員に対し重い懲罰を課すべきですが除名が議員の地位を失わせるということに鑑みればまずはガーシー議員が国民と本院の前に反省の意を示し今後行動を改めることを期待して 国会法第122条第2号による公開議場における陳謝をもって望むべきと考えます、以上であります田中雅代君立憲民主党の田辺正代でございます、立憲民主・社民を代表し、討論させていただきます。 えまず、今回の議員ガーシー君の懲罰事犯は国会法第5条の議員は招集証書に指定された期日に各議員に集会しなければならないとの国会法違反及び参議院規則第1条に違反したものであり、74年ぶりに議長が症状を発出するという衆参両院通じて2例目の極めて異例な事態を招きました。選挙で選ばれた議員の身分は重いことから、 昨年、第209回国会、第210回国会においても、王将義務違反、並びに議員運営委員会理事会で了承されなかった不許可渡航に対して、慎重な議論と丁寧な対応が取られてきました。今時第211回国会でも、先ほど議員運営委員長からご説明があったとおりでございますが、 議員運営委員会理事会で速やかに帰国をして登院するよう求められたにもかかわらず、再び応召義務違反と不許可渡航を続け、最終的に議長の判断で国会法第124条の規定に基づき、手続きが進められてきたところであります。議長が症状を発出し、すでに3週間が過ぎております。この間、議員として最も重要な責務である 審議や評決に一切加わっていないことは、看過できない重大な問題であると考えます。日本国憲法43条で定めているとおり、当選した以上は全国民を代表する立場であり、一部の有権者との約束を持って、国会法違反が許されるわけではありません。また先ほど、代理人の浜田議員から、 弁明がございましたけれども、私からも改めて、全く正当な理由として認められるものではないという考えをお伝えさせていただきたいと思います。参議院規則第187条の規定にもあるとおり、公務、疾病、出産、その他、一時的な事故、つまり、政府の役職として出張公務のような議員の義務に優先する理由、病気や <coughs> 起伏のような、<coughs> 義務を果たせない個人的な理由を例示されていることからも正当な理由とは言えないと考えます。今回の懲罰事犯の量刑が今後の前例になることも十分考慮する必要があること、国会法に明記されている応将義務違反であることが過去の懲罰事犯と比較してそれ以下の量刑とすることが妥当か否か、 さらには国会法の前進である議員法第99条の規定ぶりと議員法制定時からの経緯に鑑みると今回の件は除名に値しすると考えます。しかし議員の身分に関わる重要な問題である以上各会派の合意形成に向けて努力をし各会派が認識を共有した上で可能な限り 参議院の総意として意思を示すことが重要であると考えますよってこの度は国会法及び参議院規則に違反したことに対する深い反省を求め陳謝することを求めたいと思います以上です横山信一君 私は公明党を代表して、議員ガーシー君に懲罰を科すべきであり、国会法第122条第2号による公開議場における陳謝が相当との立場から討論いたします。国会開会中の海外渡航は、議員運営委員会理事会の了解のもと、成果書を議長に提出しなければなりませんが、ガーシー議員が令和4年7月に提出してきた海外渡航届にあった渡航目的は、 政治経済事情調査であり、その具体的な内容も、国会における議論や評決に優先すべきものとは考えられず、議院運営委員会理事会では、全会派が渡航を認めませんでした。第209回国会、および第210回国会において、議院運営委員長から速やかに帰国の上登院するよう求めましたが、ガーシー議員はこれに応じることはありませんでした。これらの経緯を踏まえ 令和4年12月に議院運営委員長から欠席の理由を尋ねる文書が発出されました。これに対しガーシー議員からは帰国の時期について明確な回答がありませんでした。第211回国会冒頭にも議院運営委員長から党院を求める文書が出されましたが、ガーシー議員はこれに応じることはありませんでした。ガーシー議員は参議院選挙後最初の国会となった第209回国会から 約半年もの間、再三登院を促されてきたにもかかわらず、応じなかったことから、1月30日に議長から症状が発出されました。これは国会法第124条により、症状を受け取った日から7日以内になおゆえなく出席しなければ、議長が懲罰委員会に付すことになるという、大変に重い決断でしたが、合ー議員は本日に至るまで登院しておりません。 ガーシー議員が登院しないことは、国会法や参議院規則に反しているばかりか、国会議員としての責務を果たそうという意思が全く感じられないものです。私たち国会議員は、議会運営のルールの下で、国民の声にどう応えていくか、日々、悩み、勉強し、努力しています。民意だとして自分の主張を述べるのであれば、海外から SNS で発信するだけでなく、正々堂々と国会の場で議論するべきです。 ガーシー議員には国会法及び参議院規則に背いていることを申請してもらい公開議場において国民に対し陳謝することを求めます議員各位の賛同をお願いし討論といたします船山康恵君国民民主党新緑風会の船山康恵です私は会派を代表しただいま議題となりました議員ガーシー君の懲罰事案に関し 公会議場にて陳謝すべきとの立場で討論を行います。選挙で選ばれた議員の身分は重いということに全く意義はありません。しかし、重い身分を持っているからこそ、その反射的効果により、国会議員としての職責を果たす義務もまた重大です。国会法第5条においては、議員は召集証書に指定された期日に、各議員に仲介しなければならないとの明確な規定があります。 国会の召集は、憲法第7条による内閣の助言と承認により、天皇が国事行為として行う重いものです。その国会に正当な理由なく出席しないということは、最低限の義務すら果たさないことを意味しますが、重い身分を持っているゆえに、重い責任があることを肝に銘じるべきです。ちなみに、現在の国会法にあたる帝国議会下での議員法には、 議員が正当な理由なく、直輸に指定した期日後、1週間以内に召集に応じない場合、議長がその症状を発し、その症状を受け,てな受けてからなお、1週間以内に出席しない場合の規定があります。衆議院では除名、貴族院では出席の停止を命じた上で、上層して直裁を請うこととされていました。つまり、懲罰の料亭の余地なく、除名するべきものとされていたようです。 そのような中、議員ガーシー君は、先ほどの議院運営委員長からの経過報告にもあったとおり、第209回国会、第210回国会に続き、1月23日招集の第211回国会にも一度も出席せず、まさに議員としての職職義務を果たしていません。この間議員員運営委員会とししてては数ににわたり同に対して ただ、党員を求める文書を発出するなどの努力を行った後、1月30日の招状発出に至っており、この間、極めて丁寧に出席を促す取り組みを行っています。加えて、道君は国会法第5条違反のみならず、議運理事会の了承を得ないまま、海外渡航を行っていることも看過できない問題です。なお、議員ガー,ー君からの国会欠席の理由は、その都度変遷しており、 本日の弁明も正当な理由として認められませんやりたいことがあるなら、国会に出席した上その場での議論を通じて、実現に向けて取り組むのが議会制民主主義です。よって、応将義務を明確に定めた国会法の規定を、正当な理由なく犯した責任は重く、除名にも値すると考えますが、まずは国会に出席の上陳謝し、行動を改めるよう、 求めることが妥当であると考えます以上です井上聡ん、日本共産党の井上聡です私は会派を代表し川氏議員に対し公開議場における陳謝の懲罰を課すべきとの立場から討論を行います川氏議員は昨年夏の参議院選直後の第209国会国会以降議員運営委員会理事会の了解を得ないまま海外に滞在し 一度も党員しておりません。議院運営委員長が再三にわたり党員を求めてもことごとく無視してきました。欠席の理由についてガーシー議員は、当選しても日本に帰らず、海外で政治活動をしていくことを公約に掲げてきたと主張していましたが、政治活動一般と国会議員としての活動を混同したもので、およそ通用するものではありません。憲法第43条は、 両議員は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織すると定めています。議員は全国民の代表として、委員および国会を構成し、その活動に参加する責務を負っています。国会法第5条が国会議員に応将義務を課しているのも、国民の負託に応える活動をする上で、応将が前提となるからにほかなりません。これに反する川氏議員の行為は 国会議員としての私国をが厳しく問われるものです。ガ氏シ議員は、今211国会においても正当な理由なく、召集日から7日以内に召集に応じませんでした。このため、大杉議長が国会法124条に基づき、召状を発しましたが、その後、7日が経過してもなお、ゆえなく2月8日の本会議に出席しませんでした。このため議長は、国会法第124条の規定により、 懲罰委員会会にに付託しましままたこれは議運,議運理事のの総意基づくものであります先ほど、代理議員からガーシュ議員の弁明がありましたけれども、およそ正当な理由とは言えないものです。ガーシュ議員の国会法及び参議院規則違反は、院内の地道秩序を乱し、委員の信用を失墜させる行為であり、同君に対し、これまでの言動を謝罪し、 真摯に反省することを求めることが必要と考えますその立場から公開議場における陳者の懲罰を課すべきであると申し述べて討論とします以上で討論は終局いたしましたそれではこれより採決に入りますただいま牧野君ほか四名から述べられました国会法 第百二十二条第二号による公開議場における陳謝の懲罰を課すべきものとのご意見に賛成の方の挙手を願います。全会、はい、一致と認めます。よって議員川島君に対し。 国会法第122条第2号による公開議場における陳謝の懲罰を科すべきものと決定いたしました。この際申し上げます、本院規則第241条により、陳謝文案につきましては、これを本委員会が起訴することとなっております。ただいまの決定を受け、 理事会でその草案について協議いたしたいと存じますので、暫時休憩いたします。 ちょっとお目通しいただきたいと思います。ただいまから懲罰委員会を再開いたします。休憩前の委員会におきまして、議員川島君に対し、国会法第百二十二条第二号による 公開議場における陳謝の懲罰を科すべきものと決定いたしました。これを受け、陳謝文案につきまして、先ほどの理事会における協議の結果、お手元に配布しております通り、草案がまとまりました。この際、私から草案を朗読いたします。陳謝文案。私は参議院議員として、 国会に登院し、審議に参画すべき立場であるにもかかわらず、議員運営委員会、理事会の了解を得ないまま、海外に滞在し、国会法第5条および参議院規則第1条に違反して、招集に応じず、議長から賞状を受け取った日から7日が経過したにもかかわらず、ゆえなく、 本会議に出席しなかったことにより院内の秩序を乱し本院の信用を失墜させたことは誠に申し訳なく深く自責の念に絶えませんここに謹んで陳謝いたします以上でございます本草案を本委員会の陳謝文案として決定することに合意議ございませんか 合意なしと認めます。よって採用を決定いたしました。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異意ございませんか。合意なしと認め、採用を決定いたします本日はこれにて散会いたします。